面倒ごとは嫌だ。何を恐れておる。あ、これはこれは、いかがされました。ようこそ、よくぞいらっしゃってくださった。ああ、これはこれは、いかがされました。俺を見て逃げたな。なぜだ。野党かと思いまして。賊に迫られておるなら助太刀いたそう。では村長の宗太とお話を。
恐れながらお話ならば染谷の颯太と。村尾さんを探しておる。そう。あなたが音に聞くクロード。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく。我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病とそして飢えです。太刀では抗えません。それで良いなら承知した。どうも気になる。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。何者だ。どうか来てください。なぜ隠れる。俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方がよいかと。この村は何だ。ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの颯太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる。こやつは溺れ死んだのか。人か何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。
凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男、切られておる。大勢が村から出た。何者かが村を襲い、生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ。こっちに行った。あれは何だ。両手を縛られ、逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡、この方向で間違いない。百姓の家に逃げ込んだな。蒙古だ。さらわれた者は無事だろうか。Я в чичу...終わったぞ。
皆を村まで送ろう。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男の骸があったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。あやつらめ、見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。一体何事でしょうか。お主、測ったな。何のことでしょう。村の女から全て聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。全て私の案、罰は私一人に。心得たぞ。ダメだ。ソータ己らも佐護から消えろ。戻ればソータに合わせてやるぞ。行け。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。
しらの精鋭を出せ。オルトンとシェウヘだ。死んだかな。最後の望みだ。たとえ対馬が猛虎に乗っ取られたとしても、お坊様たちから聞いたんだよ。そもそも猛虎の神様なんてわからない。
공격자 한다. 도와줘! 지하루 요왜? 이 사무라이 가르스 이리 가라. 알지? 설치라. 내금 벤 야금 탈심 아완티 비야
ありがとうございます。お主が無事でよかった。時に猛虎の野営はこの近くにあったか。森前の酒蔵の西にある林で兵や犬を見かけました。志村殿の城に逃げろ。この南だ。Stop!
手を貸そう。俺のことより家族を頼む。徳をもられた。なんだと。家族はどこだ。この先小屋だ。崖沿いの。死んだか。小屋を探し、こやつの家族を助けよう。いや！誰か外にいる。あの男の家族だな。開けてくれ。酒井仁と申す。クロードの毒を持っただけでは足りないというの。毒など持っておらぬ。あなたの所業は聞いてるんだよ。毒で城の奴らを殺したんだろ。相手は猛虎だ。思い違えるな。何言ってるのさ。死神のくせに家には決して入れないよ。飯や薬がなければ死ぬぞ。待っておれ。確か山の上に野営があったはずだ。誰もおらぬ。狩りに出たか。これで毒が癒えるはず。飯を食えば力がつく。小屋に届けてやろう。一番手は誰だ。ナッシュサムライバスティーンジャマイその怪我、手を貸そう。どの道も助からないさ。悪かったね。他の家族は？みんな死んだよ。もう子供のせいで。生きてることが知られて、家に火をつけられたんだ。あの時あなたを入れてれば。しっ
戻ったんだね。仇は取るぞ。今こそ信じ合わねばならぬのに。
クロードが刃を交えるのは聖者だけではない。この世に縛られた哀れな王者も相手にせねばならない。ジン、こっちだ。